はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりぼたです。今日はですね、木曽十一陸のうちの一つ、木曽平沢の、はい、奈良井宿に来ています。はい、今日はですね、こちらのカメラ、OMD の EM5 なんですけども、このカメラに、ユジノンの TV12.5F1.4 というレンズをつけて、スナップ写真を撮影してみたいと思います。マイクロフォーサーズにしても非常に高額で 25mm ですね。そして F1.4 という明るいレンズ、それから試写して分かったんですけども、ぐるぐるボケが見えるというレンズですので、フレアも含めて楽しんで撮影をしたいと思います。最後までぜひご覧ください。宿場のですね、鍵の手の曲がったところですね。非常に、はい、今日は空も綺麗で、絶好の撮影日和になっています。ちょっと明暗がはっきりしているので、はい、ちょっと難しいところもありますけれども、撮影をしていきたいと思います。はい、ここがですね、この宿場町の鍵手、鍵の手といって、防御のために鍵の手になった場所です。
はい、いかがだったでしょうか。ですね、まあ、今日は人も割と少なくて非常に撮影のしやすい日でした。レンズの広角レンズですね、スナップ写真割り切ることができるので、はい、割と使いやすいレンズになりました。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。